まず掴めへんっていう。ほんまにめっちゃ元気。一番最後に釣ったやつですかね。ほんまにめっちゃ早いねんて。あ、ちょっと。え？ちょっと待って。ちょっと待って。うわ。よいしょ。土壌みたいな。え、ほんまに。まあ、アマゴつかみってあるぐらいですからね。おい、おい。絵的に良かったじゃん。今日もご視聴ありがとうございます、今日は、サンダの秋を楽しむシリーズ第2弾、3弾、2弾忘れた第2弾ですかね、はい、サンダ市小垣っていうあのちょっと北部の方の場所なんですけど、そこに小垣渓谷交流釣り場どっちかわからないですけどがありまして、そこであのアマゴ釣りとかニジマス釣りとかの釣りが楽しめるっていうところがあるんで、それが、11月から解禁になっているということで、ちょっと今日はそこに遊びに行ってこようかなというふうに思います。で、ちょっとね、一つ不安なことがあって、あの普段私釣りとか全然しないんですよ。超インドアなんで、あの釣りとかしないから、あの本当に釣れるのかどうかっていうのがちょっと心配で、まあ、そこはトッキーとあの協力しながらね、釣れるシーンをなんとか。そうっすね、そうっすね。で、あの釣った魚をその場でっていうか横で焼いて食べたりとかっていうのができるので、まあそういうところも一緒に楽しんでもらえたらなと思います。では早速行きましょう。釣りは特技。釣りですか？釣り経験。経験はありますけど、うん、全然やったことあるかなぐらい。そうですね。小学校の頃にあのワッツリ流行ったじゃないですか。はい、うん、ワッツリ流行った時にその友達と行ってたってぐらいですね。うん、釣れるかな。それがね。心配で釣れへんかったら、まあなんていうの、僕らは笑い話で済んだよ。あちら側が釣れへん場所なんか、ほんまや、あのね、ここ釣れへんのかいって思われるのがちょっとイメージ、ね、確かによくないので、ぜひ釣らない。釣りましょう。それは餌、うん、なんなんやろ。餌なんやったっけな、ミミズとかイクラとか。イクラ、うん、めっちゃエモフじゃないですか。で、あのミミズがちょっとNG、 私虫全般、虫全般 NG。 虫全般か、はい、ちょっと女子力高めなんで。女子力高いというか男子力低いっていう方が正しい。何をお借りしたんですかね。あ、一応釣り竿と、はい、糸ですね、うん、はい、とこれ餌のイクラ。イクラ、すごい。これ多分焼く時の、ああはいはいはい、串ですね、うん、はい、なので全然あのこういう釣り道具を持ってきてないんですけど、ここで借りれるので、はい、手ぶらで来て大丈夫です。あの男子の方、まあ、大人の方が、まあ、中学生以上が3,800円、うん、っていうことで、女性が3,000円、うん、で、お子さんがその、まあ、ちょっと割引で3,000円と2,500円、はい、で今回、ね、河川環境整備協力金というのが、はい、プラス200円追加されましたん で、 んで、ね、この金額にプラス200円していただけると分かりやすいかなと思います、うんうん、はい、ペア割引、はい、親子とあとはその男性女性がペアではあの入場される場合は、はいはい、800円引きっていう形でさせてもらいます。はいはい、はい、男男はダメですね。ちょっと女装しようか。山さんで。違う顔ね。わあ綺麗。めっちゃ綺麗。いいですね。パリ見つけると。これだけ女性とか僕みたいに釣りなんてやったことないぜっていう人でも、うん、
楽しめると思いますよ。へえ。たまごちゃんです。たまごちゃん、うわ、今から放流していただけるようです。はい、第一頭、手前よ。地味やな今ね、同じこと思ってました早速ですね。早速釣れました。おお。ちょっと小ぶりですね。はい、だいぶ小ぶりですね。小ぶり。はい。釣れてる。そう。おお。来ました。2匹目。なんか私が釣るのは小ぶりのようです。縦気味にした方がいい。あ、釣れた。早っちょっと何もしてへんねんけど。釣れた。これ取ってんの？取ってます。お、よっしゃ。サイズ感どうですか、これ。サイズ感、あ、全然大きい、俺のより、うん、やったぜ。何、ちょっとまたこのパターンの練習で、釣れた時の動きしてもらっていいですか、今嘘くせぇ、使えねえこれこう、こうです。釣れたよ、釣れたよ、釣れたよ。彼が釣る方がめっちゃ大きいんですよ。釣れました。アドバイスいただいたら。すごい。おう、まためっちゃでかないこれ一番でかいんじゃん。でかいっすね、うん、ちょっと。ご紹介が遅れました、小西さんよろしくお願いします、はい、こちらの、どういうふうにですね、はい、ここはもうハサミでいけます、うんうん、で、腹出しのコツっていうのはここにお尻があるんで、お尻の穴に刺してあげるとこう切れるんで、はいはい、あの包丁やったらちょっとあのぬめりがあって、うんうん、手を怪我してしまうことがあるんで、これだったらお子さんでもできるんで、できればハサミの方でやってみて。このハサミもお借りできるんですか？ハサミも、はい、そんなに数はないんでなるほど、じゃあできればできれば持ってきていただきたい。ハサミ持ってきていただければ、はい、はい、こうやって内臓が出てくるんで、これをこうちぎります。で、その時に、気をつけてもらいたいのは、皮に流さないように、この内臓の方ね、はいはい、やっぱり景観のこともありますし、うんうん、で、やっぱ河川環境のこともあるんで、うん、はい、それだけはちょっとご注意いただきたいなというふうに思いますので、うん、そしたらこうやって中が取れました、うん、はい、はい、で、この中にもう一つ赤いのがあるんですよ。これが血合いって言われてるもので、やっぱり癖のない魚でもやっぱこの血合いを取らないと、まあ、美味しくないというのもあるんで、こう親指でこすってあげるときれいに取れるので、うん、あ、あと
後はちょっと洗ってあげると、ああ綺麗、はい、ね、はい、ありがとうございます。まあアマゴつかみってあるぐらいですからね。おいおい絵的に良かったじゃん。小西さん、これつかみ方にコツとかある？お尻のところにハサミを入れてなんか頭に乗ってんで、ハサミをなんかこういうなんかあまりできない経験こそお子さんにさせてあげるとかいいかもしれないですね。そうですね、うん、あああるある、この奥のが血合いですね、黒いのが花綿抜きが終わって、で次は実際に串に刺して、まあ、焼いていくわけですけど、なんか串の刺すのって結構簡単そうで難しいかなと思うんですけど、はい、なんかコツみたいなのがあったら教えていただけますか？あります、はい、この線がですね、あるところ、これここに全部背骨がありますってことになってるんで、刺すときにはまず下顎を上げてもらって、こうここでクッと上に上げてあげるんですね、キュッと。そしたら背骨に到達するんで、はい、到達したら次はまっすぐギューッと背骨をはわすように。で、あの結構あの魚ってあのこうやって串焼きにするときに、うん、あのポロクル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 回ってしまうって落ちてしまうときがあるんですけど、それは背骨に沿って串が刺さってないっていう証拠になるんですよ。で、このもう一つポイントは最後にこの竹の串を出してあげること、うんうんうん、これでほぼほぼあのくるくる回ったり落ちたりしないので。なるほど、胸張って焼けると、はい、あ、けど、あ、いい感じかも、いい感じかも、うん、これこのまま置けていいですか？はい、尻尾から出たら2から70点70点いただきました、はい、こんな感じでできたんですけど、あのよく料理番組であるじゃないですか、ん、これをこれが30分のコーナーめっちゃあるこれすごいすごいっすね。あ、これはけどプロのなんかあれですね、刺し方って感じです ね、こうちょっとこうなってなんか波打ったような、全体にこう振ってあげるのもいいんですけど、うん、結構ね、塩辛くなってしまうので、あ、はい、じゃあそれを避けるためには、まあ料亭でよくやってるのはこう化粧塩って言って、はい、綺麗にまぶしてあげるやり方、ちょっと手間ですけどね、うんうん、こうやってちょっとその一手間が美味しいです。そうそうそう、やっぱ川魚って手間かけたらそれだけ美味しくなるので、でこうやって化粧塩を使用するってことは焼いてるうちにヒレが焦げてなくなってしまうんですね、うんうん、塩をしても、はい、まあヒレを残すために化粧塩をするっていうことなので、あとはもうパッパッっていう感じ、うん、今こうやって焼いてると口から水分がいっぱい出てくるんですね、はいはいはい、で口から水分が出てるってことで、ちょうど今身が焼けてきてる状態なんで、うんうん、でまあそれで水が出るんですけど、うんうん、それが止まったら焼き上がりの目安になります。すごいドラマチックに撮れてます、これめちゃくちゃ美味しいですね、うん、いただきます。はい、うまい塩加減マジでちょうどいい、うん、すごい美味しい。臭みも一切ない。なんて、なんて、臭みも一切ない。あ、臭みも一切ない、はいはい、うん、うん、いや、ほんまなんか日本酒とか飲みたくなるよね、これ。ね、
さっきまでね泳いでたやつを、うん、命をいただいてるわけです、うん、美味しい、最高。やっぱそれなりに大ぶりな魚の方が、うん、にも黙々と食べております。黄金になるよ。はい、ということで今日は、小垣渓谷放流釣り場さんにお邪魔しました。自分でこう釣ってで焼いてで、すごく楽しいし、さっきも食べましたけどものすごい美味しいので、これをぜひちょっと皆さんに経験していただきたいというふうに思います。はい、小垣さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。はいはい、ということでこの動画が面白ければグッドボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。あとなんかコメントとかいただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこれぐらいに、次の動画でまたお会いしましょう。三田日和の山美でした。